来年のプロ野球監督で打線組んだ。2000年代って感じやね。セカンド国語で草。ショート出身者は監督になれないのか。今江は例によって楽天監督1年で首の刑だろ。ファースト阿部にしてサード荒井。今江って若い頃はショートやってたからそっちに回せば少しは穴が埋まるか。数字の割に新庄の OPS が妙に低く感じる。新庄って二流選手だと思ってたけど普通に守備範囲が広くて守備うまい時点でかなりお釣りが来るすごい選手なんじゃないかと最近思えてきた。阿部と国防を逆にしたい。後阿部のキャリアハイは2004年じゃなくて2012年じゃね。最近野球見始めたのに最近まで新庄のこと二流だと思ってたって意味わかんね。昔はラビットボールってやつだから新庄は二流だよって言われてたな。ところで左外ないんですがこれは大丈夫なんですかね。吉井は先発中継ぎ抑え全部やれるから強い。ご視聴ありがとうございました。